一回確認しないと。ああ、なるほどね、なるほどね。どうもどうも、今夜も隣のおひげさん、はい、オフサイドということ でスタジオまで出ちゃった、スタジオも出ちゃったっていうね、ついに歌舞伎町の中の気づいたら歌舞伎出るんじゃないの今度でそのうちなんか今度東京出るってなって、あいつか海外に国を出るっていう、それもあるやね、どこまでも出まくろ、はい、とりあえずということで、今日のここのお店はですね、このナイトチューブのスタジオのすぐ隣の、すぐ隣、あの思い出の抜け道にある、不夜城さんでございます。よいしょ。よいしょ。よっ。大にぎわいですよ。隣のおひげさんにですね、はい、なんかまあこれイケメンなんですよね、これ店員さんが、これ。そうなんよ。店員さんよかったら自己紹介の方。逆に俺らがよりこっちに移してもらってて。俺らは常に表で飲みでもいいんだよね。で今日はそういう、いやほらそれここを宣伝する日ですからちゃんと、でもちゃんとあのこちら側を映して、あ、よかった、じゃあ自己紹介の方は、あ、じゃあちょっと待って、あのないないタイムラグ半端ないな。あ、あらあら、あ、どうぞどうぞ、うん、あ、じゃあ、ふやじょうで、こちらです、ふやじょうで店長やってます、マサヤと申します。店長よいしょ、店長よいしょ、どうぞどうぞ。はい、ふやじょうの主に深夜帯にいます。翔でーす。よろしくお願いします。翔、よいしょ。面白い。これ、どうすかこちらに。今日は神の声なんですか。神の声です。いや、はい、一本当一番出たがりなんで。いや、じゃあ出ましょう。じゃあ出ましょうよ。じゃあ出ましょう。うるさくなっちゃって。専務出ましょう。うるさいぐらいが。ふやじょうの専務。どうも、すいません。専務やってます。さとしと申します。よろしくお願いします。今日はこのね、さとちゃんの計らいで、はい、この番組ができるんですよ。本当にありがとうございます。めっちゃコメント来てるし、まさやーよいしょー言うて、しょーしょーって。ありがとうございます。やばい、ちょっとひげが似合うまさやになってる。二人のひげさん、今日二人おるけどね、これそのチャレだね、もうあの番組譲るか譲るの番組譲るかになる、毎週ね、毎週ここでで、なんか後ろでうるせえの二人いるなと思ったら俺らみたいな感じでさ、そう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 そ
泥亀水割り麦焼酎、泥水ですね。泥水です。いただきます。泥水いただきます。こんな綺麗な泥水あるんだね、世の中には。飲みやすい泥水ですね。飲みやすい泥水が飲みやすい。こんなお酒っぽい泥水世の中にあるなんてね。そんなある。なんかあれやね、お酒ですよ。でも今日あれやな、やっぱスタジオとちゃうのと結構違うね。違うよ。だから今、おなんか来ましたよ。来ました。これ何？大人のポテサラです。大人のちょっともっとこう、はい、絶対見せろ、こっちからだよな。そうやな。こういうとこ、これ俺失敗。タイムラグあるからちょっと見せる。ちょっと見せてもらった。あ、これです。こんな角度でいいですか？あ、もう OK です、OK です。はい、これが大人のポテサラです。え、これ何入ってん？この辺やっぱ。これ食べ方を教えていただければ。そうそう、なんか鳥皿みたいなのもらえたら。翔くん、はい、一回ちょっと軽く混ぜてもらって。え、これを？はい。でお好みでクラッカーに乗っけて。ああ、そういう感じや。はい、食べる前に聞きたかった、何が入ってるのか。ちょっと一回食べてみてください。あ、わかりました。なるほど。それじゃあ食べてみよう。すいません、なんか視聴者の皆さん、これ食レポこの時間にってもうなかなか俺らひどいよな。視聴者の見てる女の子とかはもう完全にこの時間食いたいよな、絶対。データ飲んでも大丈夫なの？ちょっとぐらいいいね、ちょっとぐらい。そういうちょっと内部事情言うな。え、なんなん、なんかあんの？え、じゃあ、いつも俺、見せて、麦茶な。
あでも俺らスタジオでも結構割と水だから、 水だからでもなんかあのお店に来てもっとガッツリ乗っけた方がいいんですか。俺これガッツリ乗せるけどこれぐらい。あで結構ガッツリ乗っけた大丈夫。ガッツリやって、はい、やっぱりガッツリ。俺のポテトサラダね、普通のほらポテトサラダは食ったことあるんだけどさ、俺ソースかけないで食えないんだよ。ソース、ソースをかけんの。やっちまった。ポテトサラダに、はい、あ、ということでいただきます。いただきます。すいません、いただきます。ちょっと普通と違いますよね。うまい、お前イブリだっこ、正解きたすごいな。いや、地元だし。あ、そうなんや。秋田だもんね。なるほどね。いや、もういぶりがっこに匂いしたもん、すぐ。あ、うまっ。そうなん。あ、そうなん。そうなんです。これもともと、今大人のポテサラって なってますけど、もともとは燻製ですね。残念、ポテサラスモーク。あ、ポテスモーク。ポテサラスモーク。ポテサラスモーク。燻製の風味を勉強中なのに許してあげてください。え、翔くんはなんかね、あれらしいよ、バンドやってるらしいですね。あ、声、うん、これ今日流れてるんですよ、なんか CD そこに。あ、はい。え、なんでバンドやってるの。いや、いいよいいよいいよ、どうぞどうぞ行きましょう、もっともっと言いましょう、宣伝で。宣伝してください。スライというバンドでボーカルをやってます。はい。あ、ボーカルなん。はい、ボーカルです。あの店頭でも CD 販売しますので、よかったら。あ、増やしてください。はい。あ、じゃあとりあえずさ、あの死活問題なんで今日、じゃあの最後じゃんけんするじゃん、うん、CD ある今日。あります。じゃあ今日負けたやつ1000円 CD1 枚プラスで、いいですか。そんで、うん、あの俺ちょっと iPod に入れてからでいいなら、うん、プレゼントしようか。おーおーおー、ぜひぜひぜひ。おひげさん公式はあれやから。あ、そっか、落とすあれないねんな。こういうのから出費増えるんだよね、俺ら。完全になんか命かけてるもんな。なんかね、俺ホストなんだけどな。まあいいや。あ、ほら、あの、あれに入ってもらおう。あの、スポンサー探そう。スポンサー、女の子、番組から。あ、なるほど。で、まずあれだよ、この番組でたまにこのおじさんはとかでさ、なんかこう広めてって、ここがもうバーって繁盛したら、スポンサーになってもらおう。なってもらおう。もしかしたらここ、行列できるかも、ね、いるから、ほら。そうやそうやそうや、専務が。話を通すなら、こう通してこっちに通すみたいな。まあ、権限あるよ。専務で。力あるから。力あるからだって。俺も今日始めましたのによく分かってないから。いや、俺も全然分かってないよ。いや、でも、不夜城って、でも、あれじゃない。不夜城の名前の由来とかあるんですか。もともと金城武さんが出てた映画、はいはいはい、もう十何年前ですけど、はいはいはい、あそこで「不夜城」って映画が、はいはいはい、でこの近辺だったんですよ。あ、そうなの。で、あの金城武の主人公が住んでるみたいな設定だったので、はい、オープニングでここうちの前通るんですよね。マジで、はい、なので、え、この思い出の抜け道を。そう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 なんや。へえ、なんか不夜城見たくなってきたやん。見たくなった、うん、けどさ、うん、俺らよりいいうんちく出ちゃったで、うん、俺らいつもなんかさ豆知識豆知識ってさ、ためになら なるようでならなそうなものばっか言ってて、一番なんか今までの中でなんかこう、うん、豆知識っぽかった。確かに、サトシボケてって聞く。サトシボケてなんでやねん。おかしいやんな。もうなんかコメントが思った、やっぱ、うん、俺らには全く来ないね。今日はだから俺ら食ってるだけで。翔くんかっこいい指名したいって言ってるもん。喋っといても。指名をただです。ただします。取った方がいいよ、今の。今だから言っちゃえよ。もう1000円でも2000円でもね、うん、あ、指名料は CD1 枚。ああ、そう、じゃあ2000円さんだけ。それでいきましょう、はい、いいねいいねいいね、それでいきましょう、それでいきましょう、うん、それでいきましょう、ほんまにそれでいきましょう。もうじゃん、いや本当にそうしようよ。いや、そんな感じで売り込んでいった方がいいよな。あの、ほんで、できればその送るときまた代引きで送ったやん。代引き、そう、代引きだからね。代引きなんすよ。基本のうちのプレゼントは代引きなんすよ。代引き、はい、いらんもん送りつけるみたいな感じ。そう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 。でもあの、CD より、うん、砂の方がいらなかったじゃん。あの、この間の粘土のやつ。結果あれ応募来たの。あ、来てないのこれ。あ、来てないんだ。まだ来てないの。みんな砂応募して。多分でも、俺今思ったのが砂、うん、あの、ね、先週から応募始めてたじゃん。それで今回さ、あの CD を、うん、じゃあ1枚、うん、ね、限定でって言った、うん、言うじゃん、うん、砂よりそっち先来るよ。絶対来るよ。砂来ねえよ、絶対。もう来てるよ、応募。いや、まだ早いよ、そんな。すぐ来ないでしょ。うん、めっちゃ食べてるねって。指名料4000払うで、だって。マジっすか。すげえ。じゃあ CD2 枚あげます。ちょっと待って、ちょっと。
俺パールもし、パールおいちょっと俺のお客さんかわいそうだけど指名料ちょっとあげるからCD 足りる？埋めちゃう埋めちゃう。あ、本当だ。あ、すごい。あ、もうピンクの、ね、ピンクの握手券もついてるんですよ。握手券ついてるんだって、握手券。え、握手券付きください。今いや、絶対あの送るとき握手券付きの方いいって。そうやんな、うん、どうせだから、うん、今ここで並ぶかもしれんね、確かに、はい、そう、そしたらここ並んで握手券と同時にここに座って、うん、あとまあチェキも、あ、チェキも取れる。チェキも取れます。フレーズでチェキ売れるみたいな、ね、いいじゃんいいじゃん。チェキやります。1枚500円で1枚500円めっちゃおもろい。ここら辺に書いておいて、あのメニューでね、あの新しいチーム入りましたみたいな感じで、チェキ500円。普通のチームより高いですから。普通のチームより高いですから。ここら辺の韓国海苔とかあの焼きおにぎりより高いからね。米をも量がするから。女の子ばっかりなってもうたらもうな。でもそれはそれでちょっとなんかあのもし気に入って、あ、牡蠣食いたいって俺来た時にそうやったら逆に俺入りづらくなっちゃうから。ほんまやな。いやでもしゃあないで、もうこれはこれもイケメンやもん、しゃあないわこれ。それで、うん、もしパールに来てるお客様がみんなこっちに来たら、それはそれでしゃあない。しゃあないな、うん、しゃあない。牡蠣に負けたホスト逆に有名になれるよ。美味しさにも負けるって。でもやっぱりそのみんな歌舞伎町おるけど歌舞伎町のこと知らん人多いやん、うん、やっぱり俺もこんな隣で知らんかったし。だって俺って目の前で知らんかったからね。いやそうやね、そうやね。ちなみにそういうのって大事かな。握手券付きなら指名料8000円だそうです。じゃあ CD4 枚で、ね、CD4 枚くれるって、うん、今日コメント読んでるよ。まあまあ読んでるよ。釜もい…釜釜釜釜釜。あ、そうじゃん、いけんじゃん。別にこっちいける、どういうこと、いけんじゃない。別にそんなあのそんなあの牡蠣食べるのに性別なんて関係ねえべ、うん、男だけとかさ、うん、女だけとか意味わからへん。釜でもいいですよ、全然いいですよ。お待ちしてます。お待ちしてますだってよ。さ、釜でもいけるっていうのはあのここに入れるかなのか指名するかなのかの問題なの。それ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 。いやもう指名にあの年齢、年齢上で性別は関係ないです。関係ないですって、はい、じゃあいけますよ。ショッツさんと直樹さんで番組やってみてくださいよ。なんでやねん、意味わからへん。なんで今これ来たの。ほんまや、コメント読まれるまでやろう。どういうこと。まさやとの握手券はありますかっていうのが。まさやとの握手券いりますか。欲しいんですかね。まあ500円。500円からその時の気分によりけりね。それでいきましょう。そうそうそう。え、ちなみに何時から何時ですか。あ、そう、それ聞きたい。夜の7時から朝の5時までやってます。うん、夜の7時から朝の5時。俺らの仕事長いね。長いね、これは。頑張ってんな。長いよ。いや、だそうですよ。夜の7時から来れるってことはなかなか食えるよ。え、朝5時まで。はい、朝5時までめっちゃいいやん。バール行かないでフェアジョー行こうかしら。おお、来てやれよこの野郎。来てやれよこの野郎。来てやれもう。これ来てやれ。めっちゃうまいこれ。いや、フェアジョーだったらいいよ全然。今フェアジョーにいるって来たら迎えに来やすいし。確かに目の前やん。確かにめっちゃいいそれ。めっちゃいいやん。アフターとか7時からやってるってことはいい、ね、あんまこういう発言したくないけど、うん、同伴でも使えることもね。そうやな、これ同伴もいけるし、アフターもいけるし、どっちでも行けるからね。朝5時までですもんね。ラストオーダーがだいたい4時ぐらいですかね。そうですね、フードがだいたい4時でドリンクが4時半ですけども、うん、場合によってはね、全然それより遅くもやってますよね。マザーさんやってる。あ、そうなんだ。はい、8時ぐらいまでやったことある。うわもうそこは店長のさじ加減なんで。8時じゃあもう、あれちゃう、ここで、あ、ここの連絡先とかなんかあるんですか。あります、問い合わせ先みたいな。でしたらあのここに乗っけてもういいんじゃないですかね、ね、僕は思うんですけど、うん、確かに上か、うんこめか、なんかに。あ、そう、もうあの、あ、ここに。あ、そんな気にしなくていいですよ。バンって前通したらいいですよ。そして牡蠣ができました。うわ来たよ。待ってましたよ、牡蠣を。泥水飲みながら。うん、ほら。あ、ちょっと傾けるとこぼれちゃいそう。見えますかね。多分いけると思う。左側が、柚子わさびで、うん、右側が白だし白だしです。そう、白だし。白だしです。はい。ああ、ショッツのだね。お待たせしました。ちょっと暑いんです。はーい。どうも。あたた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 。よかった、ショッツの先来て。俺構えて待ってよ。俺もうおしぼり持って構えて待ってっかんで、俺。なるほどね。美味しそう。いや、うまいと思うよ、これは。フレアジョ行く、パール行かんで。まあ、わらだからね。わらだから。大丈夫、大丈夫。でも、むしろ、俺思うんだけど、この番組今見てくれてる方の中で、牡蠣食える人いる、ちゃんといる？え、食えるやろ。いや、たまにいるじゃん、
俺だっているもん従業員で、あの牡蠣好きだったけど生牡蠣食って当たってから食えなくなったっつって。あーなるほどね、うん、でもまあ生牡蠣じゃないし、ここはそうそう、ホットオイスターなんで全部。ちょっとこ食レポしてなってどういうこと。そらするやろ、もう俺のもう、はい、うまいまずいしか言わんで食レポなんできん。だからまず俺味そこまでねうるさくないんですよ。ああなるほど、はい、いただきます。いただきます。これはとスコッチレモンです。なるほど。スコッチレモンって何なん。スコッチって何ですもん。スコッチってあのスコッチってあのスコッチでしょ。あお酒のスコッチです。マジで。じゃあ俺次スコッチレモンとピザ。はい。ピザこだわるね。ピザどんだけ食いたいのよ。ピザは気になるでしょう。え、じゃあ俺もう次のやつ頼んでいいですか、うん、アンチョビソースとグラタン。いや、ね、とりあえずやっぱ攻めてみないと。じゃあということなんで食べてみます。いや、牡蠣以外もね、だからいっぱいあるんですよ。 いっぱいあるんですよ。あの、キュウリのたたきとか、まあまあ、あの居酒屋にありそうなメニューとか、アヒージョとかもあるよ。温玉やっこ、ピリ辛だそうですよ。何それ、どういうことやろ。冷ややっこかな。あ、食うわ、俺とりあえず。もう、でも仕方ない。食います。食いたいんで。はい。辛熱いとか。うん、うん。ジュルジュルがすごい。食べます。うん、ま、たぶんこれ白だしかな、さっきの今の白だしです。あ、それあれ、例のあれ、スコッチ。うん、あれポンジュ。あ、ポンジュ、ポンジュ。うまっ。やっぱ牡蠣うめえわ。うまい。ありがとうございます。やばこれ。俺何やったの。あ、柚子わさび。柚子わさび。この赤いのな。それピンクペッパーですね。ピンクペッパー。ピンクペッパー。俺ブラックペッパーとホワイトペッパーしか知らねえよ。俺もう一個あるんですよ。ピンクペッパー。うんめ。この時間に、うん、歌舞伎で牡蠣食えるなんて。毎日食えます。うんま。俺毎日来る来そうだもん、こういうの。これ500円これ。でしょ。じゃあそれ。俺ね、ここに来ちゃうんだよね、絶対。絶対来ちゃうもん俺。めっちゃうまい。いや来るな、これは。来るな。だって前、え、定休日はないです。ありません。やべえじゃん、もう俺火曜日火曜日以外で全部来ちゃうっていう大きな嘘はつかないと思うか。さすがに毎日は無理だわ。毎日あの来るほど体力がね。え、行きますよ僕。スコッチレモン行きますよ。スコッチ行く。いや、スコッチ行ってみた、行ってみたいじゃん。行ってみて、行ってみて。酔わないで、熱入れてるから。いただきます。どう入れたか。どうくれたか。すげえこれ。まあ、どスコッチやばい。思ったより来た。どういうこと、どういうこと。スコッチが俺。え、思ったよりって、あ、パーン、スコッチ。うまい。マジで。うまい。うまいこれ。やばいやばいやばい。パクパクパク。もう年中無休らしいです。やべこれ。え、あ、スコッチでもいい。元旦もやってるんですか。元旦、この間元旦だけしましたっけ。元旦休みましたね。あ、元旦は休んで、はい、ということは大晦日やってました。大晦日みんな寂しくてスタッフが全員集うっていう、誰も示したわけじゃないのに、はい、僕と翔くん休みもらったんですよ。来ましたね。なんで。気づいたらここで飲む。何回休んでもやることがなかったっていう。でもいいよね、そういうその従業員同士が仲いいって。え、ホストとかでも、ね、ほんま、ホストとかでもそういうの多いんじゃない。ここどうし、何これ。それ水餃子。水餃子かな。純粋にうめえもん、もうチョイスがやばいよな。もうだんだんさ、ただ俺ら食事してうめえもん食ってるだけじゃない。そうだね。あ、視聴者見たで何か割引などはっていうのが出ますけど、何、はい、かありますこれ。え、視聴者プレゼント。あ、今日見てくれたよ。今日あの見た人がここに来たら、あざといな、ね、そういうの言わなかったら最後にちゃんと何か言おうかなって思ったのに、ね、なんか言ってきようねな、こいつらね。言ってくんだよね。欲が強い。皆さんでも欲しいんですかね。そういうのあった方がいいですかね。欲しい。いやでも無理に何か作ろうとかね、そういうのは良くないと思う。でも欲しいんやったら何かあの何かあった方がいいと思う。増やそう増やそう増やそうって欲しいよ、ね、コメントでね。じゃあコメントで何か増やじゃーって言ってくれたら。でもみんな結構言ってますよ、もうすでに入ってるんか。いや多分こっから来るよ。こっから来る。こっから来るんだよね。こっから来ると思うよ。これ来るんだよね。あの画面真っ白になるぐらいの。あ、来た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 。わかりました。まあところで増やじょ増やじょ増やじょ来ちゃってるね。これもうやるしかない。まあ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 何かしら何かしらでもいいんで本当に。したら
4月いっぱい。4月いっぱい。これ見ました。はい、で、はい、ニコ生見ました。ニコ生見ましたで、はい、ドリンクいっぱいサービスします。ドリンクいっぱいサービス。よいしょ。サービスいきますよ。専務に内緒になりますね。あ、専務、はい、専務、専務、今ちょうどいないから。ちょうどいないよ。ちょうどいないとこだから。声だけいるからね。ちょっとスネールランプのあのボーカルの人に似てない。ちょっと怖かったから。はい、似てないって言われたらすごい嫌だな。すごい。だんだんコメントする人も欲が深くなっても、カキもつけてくれ。それは欲言い過ぎだから、それは。こいつら、ほんま。それは、あんま、暴言とか言わないけど、それは払え。オイスターバーンだから、払え、そんぐらい。お前、翔くんのスマイルくださいって言ったらくれますか。いや、それはもうもちろんね。はい、無料でやってますんで。無料らしいですよ、はい。無料です。ね、どっかのね、うーん、どうなるかみたいな感じでね。ほとんど言ったな。最初の2文字が言っちゃったけど。まあ皆さん来てください、本当に。はい、ぜひお待ちします。なんか、気になるメニューが結構多いんすよね。いや、あるんだよね。頼みきれないよね、絶対に。いや、今日これで頼んでたらね、うん、途中でね、俺お腹いっぱいになっちゃう。せんせん。厚缶も1号無料って方いますね。まあ問題はそこをどう話していただけるかですね。それもワンドリンクに入るのか、入りますよ。入ります。おー、よいしょ、よかったね。要するにメニューに書いてあるものなら、そうですね、一つはサービスというとなりそうです。めっちゃもう太っ腹なって思ったら専務に内緒やけどね。専務に内緒です、うん、唇噛んでますからね。すごい唇噛んでます。専務っぽい人がいるときはあんま大きい声で言わないからさね。ニコ黙って、そうニコ黙見たって言っちゃダメだよ。多分顔がこう見えてる今日の2人をね。そう、この2人に言ってください。耳元で。専務っぽかっても専務にもちょっと相談してみるのもありかもしれない。牡蠣食べれない人へのおすすめ、本当逆、それこそ大人のポテサラうまかったよ、うん、これはうまかったやし、長芋短冊っていうのもうまそうやし、あと長芋よりもあんねや。まあそれ以外に海鮮系のチームが多いんですけど、じゃあ僕普通にちょっとここのおすすめの中にある僕がすごい食いたいものに言っていいですか、うん、すみません、ホタテの燻製オイル漬け。はい。安っ、300円。そんだけだったら安っだろ。嘘、マジか。あと普通の枝豆なのか何のか分かんないけど、ちょっとした枝豆っていうのはちょっとなんかね。メニュー名がいちいちちょっと気になるという。いった場合でしょ。じゃあそれで、はい、ちょっとやばい枝豆ね。ちょっとした枝豆だから。それやばいね。でも僕何よりここ食べログの方で見た時思ったのが、ショット送ってきたじゃん、うんうん、あれで思ったんですけど、予算安くねっていう話だったな。なんなんその予算。なんでこんな安いねんっていう感じなんですけど、これ夜中でっていうか夜の、まあ、お仕事なわけじゃないですか、フェアゾーさんも。はい、それでこの値段でいいんすか。いいです。軽いな。いいです。いいです。いいだそうです。そうなんや。全然 OK です。マサヤさんイケメン。もうマサヤ人気爆発中。いやーばいよ、ワンドリンクサービスが人気あるんか。じゃあパルームやるよ。ヒロシイケメンやんって間に挟んできてるなんか関西人の人がおるけど、イケメンやんって。声が好み。あ、声はね。あ、声はな。結構世の中の女性、世の中の女性はやっぱ声フェチっての多いからね。あ、おいおいおい、声とあと手、手フェチね。手フェチ、手フェチ。じゃあ他、いや手フェチ自分言ったやん。じゃあショッツ何フェチなん。とりあえず今までの普通のなんかおひげさんっぽいことも知る。完全にくびれフェチ。くびれフェチか。くびれっていうか、こう横から見るやん女の子、それの薄さがもう最高。あ、薄さが好き。痩せてる人ってこと。そう。あ、なるほどね。あ、でも足とかは結構こうつくてもいい。横が薄かったらいいか。腰、要するにこの腰、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 腰だけ別に細かったら。ああ、なるほど、結構いいな。なるほどね。俺フェチっていうフェチがね、いっぱいありすぎて分かんないの。それフェチちゃうやん。こだわってないやん。いやでもね、絶対ここっていうとこあるのよ。アンチョビです。あ、アンチョビ来ました。これアンチョビってどこの。あとスコッチ。スコッチ来た。アンチョビ、アンチョビってなんだっけな。アンチョビ、あとね、なんとかの、なんとかキノコやったっけ。いや、イワシ。魚だよ、魚だよ。魚、キノコって。魚は分かってんだけど、何の魚だっけなって。2人揃って、イワシです。の塩漬け、何漬け、何漬け、なんかあれじゃないの、発酵させてるんじゃないの。発酵なんですか、これ。いや、塩漬けですよ。塩漬けよ、イワシの塩漬け。めっちゃ適当や。お前が外してるだけでしょうよ。このホタテの燻製を本当にこれ食いたかった。噂のスコッチ。あ、店出せた。ホタテの燻製オイル漬け、こちらです。
こちらですよ。これが300円。はい、300円です。値段も言っとかないと。そうやね。牡蠣に関しては値段言う必要ないでしょ。ない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 。2枚で500円なんだ。そうそうそう。で、珍味系もあの築地で仕入れてるので、結構変わったりもするんですよ。なるほどね。置いてあるものが。はい。大体1週間ぐらいで買いますね。にしてもここ本当この安さはちょっとびっくりしちゃうじゃん、これは。安い。しょっつう今カキ食ってるのに俺いきなりホタテが入るんですけど、いいんですか、大丈夫ですこれ。うーん、これさっきスコッチは多分コメントをもらってるんで、アンチョビと、うん、スコッチもコーン来たわ。コーン来る、コーン来るけどうまくないのか。飲んでま、飲んでま、飲んでましたよ。これも飲んでたもん。これはすごいわ。来るわ、ハマるもん。ちょっとハマる。これはこれ行った方がええで、みんな。あ、普通になんかスコッチね、何フェチですかって言ってるけど、まあやりながらでいいです。もう誰言ってないですか、マサさん。フェチを、僕フェチパーツですか。パーツ、まあパーツですね。お尻ですね。まあやっぱお尻はね、お尻大好きです。叩きそうやもんね、パッシェーン。全然すっけないので。でもお尻好きな人って別に叩くとかじゃないと思う。すっけないって言ってたけど、どれもなんすか。いや、M じゃないですね。叩くとかそういうの、叩くのはなんか好きじゃない。そうなんや。全然好きじゃない。お尻だそうです。叩くのめっちゃ好きやわ。別におめえの話聞いてねえよまだ。ほんま、うん、まだって。しかも別にフェチケツじゃねえじゃんあんた。そうや、俺腰やな。でしょ、腰でしょ。むちゃくちゃやな、腰、ケツ。こっちでもうわ、来た。わ、来てるこれ。じゃあ翔くん聞く。うん、フェチ。そうやね、フェチですか。はい、俺あのここですね。この辺。どういう意味？うなじの前みたいな。これ？これなんで？ここわかる？なんかわかんなくないんだよ。ここ？ここから鎖骨にかけて。ああ。このラインが綺麗な人がっていうのは。ああ、なるほどね。噛みつきたくなるような感じのここの人が。エスケがあった。エスケあったら。噛みつくんや。もう今の言葉で絶対来るで、誰か。噛みついてって、ね、絶対来るで。でもね、このね、この番組見てる人結構地方多いよね。いや、意外とね、うん、パールのね、うん、に来てる人も結構見てるんですよ。あ、じゃあパール行ったら俺大体あれなんや、わかるんや。誰が俺のこと。わかるよ。大体わかるよ。マジか。見バレ中。え、じゃあちょっとこのフェルプとかさせて。いいよそれは。なんでよ、ええやん。いやいやいや、めんどくさい。そういうの超めんどいから。めんどくさいってなんだ。めんどくさそうだもんね。そりゃめんどくさいけど、マサヤさんコメント多すぎへん、ちょっとね。全然見れないし。ほら、マサヤさんが尻言ったらビシリ目指すときたで。まあ、で、たまにサトシはとか言ってすげーやで、自分ら、ほんま。聞きたいよ。いや、思ったんよ、ね、思ったんよ。聞きたくないでしょ。そういえば、俺らこの番組こう今までやっててさ、俺らも結構大会失礼な番組だったからさ、それは視聴者も失礼な方々になるよね。すっげえ忘れてた。すっげえ忘れてた俺。さとちゃんのなんかフェチも聞いとく。うん、もちろん。天の声の。まあまあちょっとあのついでに。ちなみに何すか。何よ。あ、僕ですか。フェチは。フェチというかちゃんとロリコンですよ。ダメなやつそれ。そう、足玉だから。ちゃんとロリコン。ちゃんとロリコンです。あの好きなタイプ足玉のはダメなやつなんで。でも、芦田愛菜で思い出すけど、芦田愛菜ちゃん、最近ドラマやってるの知ってる？やばいよ。なになアンチョビめっちゃうまいで。今、こっそり食ってたな。食ったタイミングで、あのロリコンって言うのびっくりしたよ、これ。いや、芦田愛菜ちゃんめっちゃデカなってるの知ってる？芦田愛菜、俺、どうでもいい。今、アンチョビの方好き。アンチョビうまっ。すっげえこれね、お酒飲む人にはちょうどいい味の濃さ。マジか。うわ、どうしよう。お前さっきから真似しかしてねえやろ。あれ、今これからグラタンとピザ行きますよ。はい、待って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 。先生、俺ピザ言うたわ。ピザ言うた。ピザめっちゃ挑戦よな。ロリコンか。そこ掘り返すんですよ。ごめん、そこ今。そこもしたんや。だってみんなそこで笑ってる間、俺一人ここにアンチョビいたからね。そっかそっか。でもロリコンっつっても別にその性なんか性犯罪と書いてるけどさ、うん、別に犯罪じゃないよね、好きって言ってる。そう、でも若い子が好きなのか、そのロリっぽい子が好きなのかにもよるよね。でも昔の芦田愛菜見たらもうロリじゃなくてショタホンやもんそれ。ああ、うん、そうやね。その辺はどうなんですか。え、なんですか。
その年齢的なものなのか年齢なのかそのロリっぽい見た目のジャンルなのか。ああ、あの交際許せば。ああなるほど。中学生。なるほどなるほど。今すぐ警察来ますよ。中学生許さないよ。こうはなるほどね。一番の警察が来ますよ。一番の敵は法だったね。めっちゃおもろいこれ。あれこれってアメーバも飛んでるやん。飛んでますよ。アメーバ飛んでます。アメーバも飛んでます。でもほら好きって言うだけや、ほら言うだけただだから。そうやね。言うだけやただ。ほんまにそれそうやと思う。デコルテはどうでも何の話やん。何の話？何の話やん。あ、ここだ。ああ。いきなりまた戻るんだね。俺も戻した人だけどさ、俺よりももっと戻すぎてると思わなかった。天の声はいくつなの？あ、いくつ？あ、もう年齢千も何歳？僕33歳です。あ、俺同い年や、まさかの。俺と。そうなの？33だっけ？うん。あんまここはあんま知らんから。そうやったっけ？あんまここの情報知らんから。そうやんな。マサヤさんすごくて。皆さん年齢言いますか？じゃあ逆に。36です。マジで？はい。マジか。あの広瀬と同い年ですよ。ああ、広瀬や。わさび。映画なったの。いきなり映画の話する。映画良かったわ。え、じゃあ、そうか。まさかこれで年齢がちょっとびっくりする。僕は27です。マジで？あ、今年8です。俺の1個下。あ、マジか。マジか。そうなんや。俺の1個下だね。見えねえ。へぇ、全然見えへんな。やっぱホストやってないと捨てれないんだな。え、なんで二人は歌舞伎町にいるんですか。この歌舞伎町ってやっぱちょっと特殊じゃないですか。あの、ここの系列で、あのゴールデン街にもお店があって、僕そこのゴールデン街のあの、バークイーンっていうところがあるんですけど、そこの客ですね。え、客客なんですよ。で、普通にもう飲んだくれなので、それ飲んでったら、ここは人がいないから手伝ってって言われて、その時普通にあの、昼仕事してたんですけど、その他にもゴールデン街で一軒店手伝ってて、でここと、で昼やってたんですよ。3つきついなと思って昼やめて、そこで昼やめるんだ。で夜の男になったわけですね。夜の手取りが良かったんかなっつって。いやいや、正直あの半分ぐらいになりましたね。うわ、それ言っていいんですか。これもう後ろに。いや、楽しいからってもらえる。いや、楽しいからですよ。やっぱりそれが一番でかいですよね。翔くんはでもやっぱり夢はバンドで売れてって感じですね。そうですね。はい。え、普段どこでなんかバンド活動してるんですか。僕結構あのこの辺新宿とか、あと新大久保とかも多いですし、今日はさっきあるんだ高円寺でライブしてきました。へ、高円寺。あ、今ライブ帰り。ライブ帰りです。あ、そうなの。ただ急に呼んだんですよ、はい、イケメン欲しいかなと思って。ありがとうございます。なるほど、ありがとう、ありがたい、ありがたい、ほんとに。ほんまにこれそろそろ俺らドロップアウトする二人で画面から外れてこっち食ってるの。くちゃくちゃくちゃ食ってうまー言うて、俺らも天の声になる一緒に。もうここを今日押す日だから。いや、ほんまでも、歌舞伎町やし、なんか、いいジャンルがいろいろ揃ってて面白くない？いや、あのね、まさかだよね、こういうところがあるなんて。そうなんや。だから俺、歌舞伎町に10年いても初めてしたからね、これから。そうやん。あの、ゴールデン街とか知らんもん、全然。知らんとこ多い、多分。いや、めっちゃ最近、てか去年の11月でしたっけ？11月オープンして。まだ始まったばっかりですよね。普通のスタジオが移転したのと一緒やん。ぐらいにちょうど多分できてる。あ、そうなんだ。そう。マサヤさん、マサヤさん、コールがめっちゃ来てる。いや、ゴールデンボールコールがなんかすごいね。ゴールデンボールって何？ゴールデンゲートさん。ゴールデンボールって何？ゴールデンボール？金玉ちゃった、多分。なんでやって。ゴールデンガイと間違ってる。ゴールデンガイとゴールデンボールをどう間違えるんだ？ゴールデンなかなかニアピンとも言えないぐらい。最近ちょっと有名だったんですよね、あれが。ますか。ああ、そうですね、この前コジになったとこっすよね。月1で不夜城配信しよう。いや、それができるならしてるわ。いや、全然いい。今ね、今ね、それができるならしてるわって専務見ようとしたけど、いないっていう、本当に。そんな意味で浮いちゃってたから。いや、でもね、もういいよね。むしろ、不夜城で配信せんでも、来たいね。普通に来たい。確かに。配信してたらこう、なんか思いっきりの前。ちょっと待ってね。ちょっとした枝豆になんか、俺さっきから怪しいのなんか炒め始めてんだよね。さっきから気づいたんだけどさ、枝豆を炒め始めてるから何なんだと思って。え、だからちょっとしてるんですよ。ちょっと手間が。だからちょっとしてるんです。ちょっとしてるね。炒めてるで。枝豆を炒める、初めてやもん。それ初めてだよ。それは初めて見るわ。ちょっとした枝豆でーす。枝豆打ちたのかな。あ、映りました。大丈夫です。あ、映ってます。ちょっと枝豆のカットが短くなったかなぐらいで。
熱くないんですよ。熱い、ちょっと熱い熱い熱い。いや、すげえ熱いと思うんですよ。めっちゃ熱い。これどう食ったらいいですか。箸で、箸で。え、ちょっと待って、箸で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 、これから捨てるみたいな。あ、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。へえ、うん、まあ、これこれはいいわ。取れないどういう取れない。豆が、豆出てこない。俺のこと嫌いなの。あ、もう取れるわ。めっちゃうまい、これ。あ、こういう感じや。ちょっとハマりますよね。これやば。これどんな味って言った、どんな味って言ったらいいの、これ。これ何、ニンニク、ニンニクと、あのペペロンチーノみたいな。うん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 、それそれそれ、うん、ペペロンチーノ枝豆、イタリアン風。そうですね、勝手に風とか名前つけて言うよ、俺ら、うんうんうん、そうですって言ってくれたり、イタリアン風、うん、で、俺らがもう味全部割らしていいのか、こういうのって。いいです。でもどっか楽しみにしたっすとかね。あー、でも多分絶対伝わってないで、うん、まって言ってない。うましか言ってねえもん。だって俺らも別にあの美味しさは伝える気あるけど、どう美味しいか伝える伝えれないもん。別に俺らプロじゃあるまいし、あれ何やったっけ、あの辰巳拓郎でもないしね。そう、あのあれだよ、なんとかヒコマロでもねえし。そうそう、なんとかヒコマロ、ヒコマロ、なんとかせんじゃない。あ、忘れた。じゃあテレビ見ねえんだ。何やったっけ。いや、ほんと酒進む、これは、うん、絶対やばい。これなんか皮ごと食いたくなってくれへん。俺今なった食えるかなと思って噛んじゃったもんね。うん、顔どう言ってくれたくなる、これ。いや、これはええわ。ゴールデンゲー、ゴールデン街の人は何を言いたいの、何、どういう意味やねん。ゴールデンボールの人は結果そのゴールデンボール、ゴールデンボールってやってるの、何を言いたいのか分からないから、こういう、あ、違う人なんだ。なるほどね。うん、結果もう俺らも分かってないからね。そうそうそう、今、タイムこれ、あれ向かい何、向かいもなんか向かいは、向こうは和食屋さんですか。あー、繊細か。あっちスタジオ側でしょ、だって、うん。でも住所はこの辺と一緒なのかな。全部同じです。一緒っすよ。はい。でも一緒や。あ、そうなんだ。うん、でもさっきも言ったけど入り口分かりやすいから。あ、そう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 。で、7時以降はずっとあそこ空いてたら絶対分かる。思い出の抜け道だっけ、うん。それくぐったらすぐじゃん。看板もあんもんね、それだ。うん、看板出てる。だから分かりやすいって言ったの。そうや、そうや。すぐ来れる。あのマサヤさんコール半端ないんだけど。マサヤさんが近くに。うん、あー、もうこれやばいよ、これパールキャット取られたわ取られたわ。なんかツイッターとかないですか。ツイッターですか。はい、ここのフェイスブックはありますよ。あー、フェイスブック、ツイッターはやってない。やってないですね。じゃあ、フェイスブック、フェイスブックいいねしましょう、いいね。うん、カキフヤ城で、カキフヤ城で検索してください。さあ、行こう。フェイスブックもなんかツイッターとかやってないの。ツイッターもやってます。お、じゃあ、バンドの、はい、あれですか。バンドです。それはなんか言っといた方がいいですよ、多分。これは来ますよ。あ、そう、来さすとかないね。はい、変わるか、やっぱりやっぱ変わるかむずいよね喋りながらむずいよねそしたらホームページがあるので、おお、よかったらそこから。なるほど。何って言って検索したら出ますよ。SLIE で、 SLIE、 はい、検索したら多分一番上に出てくると思います。お、そんなこんなで、カキができました。これは何ですか。それはこっちがピザです。ピザ、ピザ、あ、ショッツの、うん、来ました。はい、ピザ、あ、ピザ僕今日すごい思ったことあるんですよね。はい、失礼します。もう CM 出てくるんですか。 CM 来ますよ。あ、CM 行かなかんね。それもいいっすよ。来ないからさ、はい、もうずっとやってていいのかな。グラタンで、じゃこれをここに置いて CM 行って CM 開けて食う。じゃあそうしよう。俺じゃあその間水餃子食って、ね、じゃあ続きは CM だ。 CM でWe'll be right back.
はい、どうも。CM 負けましたってことで、これ俺、カキの前に言いたいことがあるんですよ、はいはいはい、ちょっとバンド名何でしたっけ、 SLIE で書いてスライス、 IE ですからね、間違えてるよ、 SLID になってるから、あー、ほんまや、 SLIE ABCDE、 はいです、スライ、スライ、これだってこれ、ちょっとこっぱかりした、あ、そのそれ同じ CD なんですか、これはこっちシングルですね、あ、なるほど、シングルでこっちがミニアルバム、じゃあ本日は僕たちミニアルバムを用意しました、はい、で、ね、はい、で、これピザ、ピザ、カキピザ、どうピザ食ったことある、カキにピザ、いやいやいや、あるわけがえ、グラタンはある、あるわけがないじゃん、なきゃじゃあグラタン頼まないよ、あ、そっか、じゃあ食ってみますか、いや、食ってみましょうよ、ピザのカキあって、俺ジャンクが大好きで、熱、これ熱すぎて、うん、俺ね、今ね、あのまだいいじゃん、シャツ、俺持つまで至ってねえから、本当に俺めっちゃ熱いよな、めっちゃ熱いから、これあ、熱い、熱い、うおー、うん、うん、まあ、うん、うん、つかめ、つかめ、あ、つかめた、あ、うん、あうまい、うま、熱いけど、熱いけどうめえ、プリングルスみたいな感じ、あー、めっちゃいいしね、ピザ味プリングルスとピザ味みたいな、ピザ、ピザポテトじゃなくてプリングルスのピザ味みたいな感じだね、カキにグラタンってどうなんだろうと思ったけど、うん、意外と合うね、いや、合うやろうね、チーズが合うんですかね、これ、うん、チーズも意外とグラタン、そうっすね、めっちゃうまいんだけど、口の中やけど、え、口の中や、やけど、あ、やけど、あ、そういう意味、いや、口の中やけど前にね、今実はずっと持ってる手の方が熱いんだよ、え、3人組、今は3人組です、3人組やって、もうじゃあ検索してる人おるわ、見つけた人いますね、なんなら今ね、この今フェアジョーの3人組だからね、はい、うまい、え、これね、本当はもう1人いるんですけどね、うちも、あ、そうなんや、はい、いや、あと2人いる、2人いる、あ、2人だ、2人いる、2人いる、2人です、誰を忘れた、それ一体で、その2人はもうメンズっすか、男の子と女の子、おー、はい、お、もう一人、俳優とか声優とかやってる男の子と、おおお、あと何だかよくわかんない女の子です、それでもはや普通の人だよ、いや、でもなんか気がついたらスコットランド行ってるとか韓国行ってるとかイギリス行ってるとか長崎行ってるとか旅が好きな、あー、旅、女子、それ旅好きか、旅好きです、それ可愛いですか、可愛いですよ、うん、絶対可愛いですよ、とあのガッツキがおかしいんだよね、なんで可愛いっすかって別にどうでもよくない、今その可愛いかどうかです、明日言いますよ、ちなみに行きます、ちなみに明日言います、あ、僕も、僕も今明日何行くの、うんかい、うんかい、明日はほらもう撮影なしで普通に食べれるじゃん、ね、それもそれで楽しい、女の子は誰とやったことある、どういう意味やねん、もうほら女の子の話込むと絶対そうなるってみんなあの兄弟なのかとそういう話あるんだから、うん、もう絶対なるって、すいません、あかんわ、まあ、2人ぐらいかな兄弟は分かんねえけど、かきにピザ美味しいよ、いや合う、どうする、どうする、俺ね、いや、俺今炭水化物控えてるから焼きおにぎりはいけないな、あ、もうすぐ2時やな、あ、もうそんな時間な、だってこれ、あ、でも10、あと15分あんのか、あ、全然ある、全然ある、じゃあまだいけるな、全然いける、うわ、どうしようかな、俺ね、じゃああれ、俺はちょっとあれ行こうかな、ちょっと、今までの値段にしたら割高だから、うん、アヒ、牡蠣のアヒージョ、牡蠣のアヒージョ、あ、なるほど、はい、あ、それじゃあ、なんか一緒に行こうか、あ、いいよ、うん、だんだんもう、俺らもお腹いっぱいになってきて、腹いっぱいになってくるね、まあなるだろう、俺全然もっと食えると思ったんだけど、俺も、俺10個ぐらい食えると思って、俺そのぐらい食って、結果2人で、あれなんか予算1900円までとか書いてあったけど、まあまあいったな、まあまあいったわとかいう話すると思ったのに、まあまあ腹いっぱいな、まあまあ腹いっぱいなってしかもアヒージョってなったらあいつが出てくるからな、もう多分炭水化物が、結果俺炭水化物を避けて選んだら炭水化物が出てくるっていう、それはもう仕方ない、まあまあいいやもん、え、一食ぐらい、うん、ガッツリ食うわけじゃないから明日から燃焼スープ、だから明日からここに来たらとりあえずアヒージョはパン抜きでって言うしかないね、そうやね、うん、あ、ちなみにアヒージョエビとホタテあります、あ、そうですよ、ここに書いてあるんですよ、僕今カキのアヒージョって言ったんですけど、海のアヒージョ、カキオアホタテオアエビって書いてるんですよね、お、
ミックスもできるんですか？ミックスできないです。できないです。はい。2000円払えばミックスとかないですか？2000円払えば。2000円だったらやります。いいですよ。あ、やるんだね。はい、その代わり1個ずつ出しますけどね。あ、意味ね、意味ねえわ。俺らの求めてたもん違ったの今。俺らこう、はい、口の中で、口の中で言ってもらえば。あ、なるほどね。こういかな感じや。あの、よくいるじゃん。食っちゃえば一緒だっていう親。ああ。それと一緒。食べる、移動性入るとかいろんな。親なんや。あ、それこそはね、うちの瞳よく言ってたから。なるほどね。そんなん食えば一緒だって。よく言ってたから。けどなんかあれだね。うん、こういう、まあもう45分、うん、放送して、うん、今更言うことじゃないのかもしれんけど、いつもさ、はい、この目の前にあるわけじゃん、モニターが。うんうん、まあこういうモニターがさ、うんうん。ここにあるからさ、この、本当にフリートークみたいな感じじゃん。あ、確かに。慣れないね。あー、慣れない。確かに確かに。いつもなんかあの画像とかも出てくるもんな。変ななんかとりあえずね、僕は今コメントで一つ分かりましたよ。もうすでにこの番組見ながら YouTube かなんかで知らんけど、歌ってる翔くんかっこいいってめっちゃもう見てるやついるから。マジっすか。調べつけんの早いんだから。早いな。みんな早いな。できればそれ2時15分以降にやってほしかったな。いや、見るのはいいよ。さ、見てほしいからね、そうだね。そのためにこう出てもらってるわけですから。でもあの携帯でそっちは見てる感じ。こっちはパソコンで見てる感じ。多分あのこのヒゲさんのユーザー結構パソコンユーザー多い。あ、ついに探されましたよ、うん、サトシどこ行った。ついに探されました。ついにもはや挨拶以降出てこなかったのに今やっと探されました。専務います。いますよ。ここにいますよ。ロリコンのね。ロリコンしか出てないです。あ、ロリコンの時、ロリコン、声はロリコンの時でからね。ロリコンか。でもね、なんか年取るとつっても、まあそんなこの中だったらあの、まあ、言ってない方かもしれませんけど、なんか20代の時に好きだったタイプが変わりますね。あー、それは俺芸能人がそうやわ。芸能人、芸能人こうなんかやっぱ好きなこうなんていうの、女優さんとか、うん、結構なんかちょっと年上とかよりちょっと熟女っぽい人が好きになったり。今いやだからダンレイとかさ。あー、ダンレイわかるよ。そう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 、あのビールの CM よね。そう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 、いいよね。そうそうやね。あれはいい、あれはいい。そんなん20代の時多分思わんかったと思うねんか。20代っていうかもう22歳とか21歳とかさ、うん、10代は絶対思わんかったと思うねん。俺逆かな。あ、そう。どっちかといったらサトシさんまでいかないけど、ちょっと年下の良さも分かってきた。ああ。俺最初本当上好きだったから。おおおお。え、それは何、 AKB とか。ちょっと違うな。AKB 違うの。違うの。可愛さとかじゃないの、別に。いや、最近だった頃、今日ちょうどお店で話してたんですけど、あの第六とわさんとか、うんうんうん、ね、さやばりょうとかと話してたんですけど、うんうん、やっぱあれだね、あの肌が高反発。そこ低反発よりやっぱ高反発の時代なんだなって。あー、パンとムニューよりパンとっていう話をしてて、はい、エリカさんはそれはもう、エリカ様も大好き、もう大好きだ。芸能人誰好きですか。僕は椎名林檎さんが大好きで。おお、あー、なるほどね。顔も歌も大好きです。はあ、なるほどなるほど。東京事変の時は俺好きで。ああ、なるほど。なんだっけ、群青日和だっけな、うん、あの PV がすごい好き。あの最後にこう笑う、あの時の林檎さんは最高に可愛いです。なるほどなるほど。しかもちょっとあのずっとやってるんですけど、ちょっと濡れ気味、濡れてん、あれ汗かいてるような感じ。あれがすごい。これ今みんな見といてや、YouTube。これ後でね、それは。うん、それは後で。え、翔くんはどんな、なんか芸能人とかで。俺最近あの竹内優子が好きです、ね。ああ、そうなんや。逆に言うと今更なんだもん。そう。でもなんか今良くて、すごく。今なんや。今が良くて。今なんかドラマ出てたっけ。出てないやんの。出てるっけ、出てないの。いや、今テレビないの。あの、大河ドラマに出てますね。大河ドラマで良さを知る。大河ドラマ今何やってんの。今、あの、真田幸村。ああ、真田幸村や。武田信玄がタイムカード作ったやつだっけ。いいよそれ。何回前の放送、結構前だよもう。でも武田信玄の誰がタイプなの。ああ、期待通りに来てくれた。やっぱり足玉なんだよね。でも俺マザーはめっちゃ泣いたよ。まずは見てないわ。じゃあ、あれですね、松雪泰子ですよね。そう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 、松雪泰子が可愛い。いや、
松雪泰子はやばいな。俺松雪泰子だったらあのノートコの時の松雪泰子好き。ああなるほどね。でなんか映画の中でね、うん、あの生田斗真は主人公じゃん、うん、あの感情のない、ね、あの男の役やってるんだけど、うん、それなんかテストでこう質問してくのよ、うん、その時に松雪泰子が私とセックスしたいですかっていうの俺映画館で見てて、いやイエスイエスイエスいや割れるなら、おお、そんなんあんねや。俺あの映画でまさかそんなおおって思うシーンがあるんだと思わなかった。へえ、それはちょっとドキッとするな。なんかドキッとした。しかもその時だけ松雪泰子にカメラが寄るん。うん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 。で、あ の, でのスクリーンが全部松雪泰子になるわけじゃん。それでそのコメント。それでそのコメントじゃん。あだすって。びっくりしたよ。でなんかその時だけ感情がないのにピクって指動くの、うん、俺なんかちょっと体動いたのに指しか動かんのお前みたいなおもろいやっていうバカな会話をしましたよ。ちょおもろいやそれ、バカな会話でした。俺最近あの春っていう子っていう春ここに袋は、あ、朝ドラかなんか出てた子ですよね。あ、そうそうそう、今詳しい普通のなんか普通のあのゴールデン出てんねんな、あの嵐のコードなんだかな、なんとかの難しい声やったかな。おもろい。あ、大野くんのやつですね。あ、そう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 。世界一難しい声。あ、それめっちゃおもろいで、そのドラマ。それに出てる今、すげえ思ったことあるの。あの、うん、これ見てさ、すげえ思ったのが、今好きな芸能人の話とかしてんじゃん、本気でただ飲んで、あのバーの人と喋ってる客になってるで、俺ら放送してるんだった。話してるって言われた。ただ話してるだけだよ。何の話。そんな多いよな、でもな。いやでもあの食レポというか、もうほんまにこれはもうあの来た方が早いかなっていう話なわけじゃないですか。まあそれ言っちゃえば何も全部終わるんだけど、全部終わるっていうかけど、なんかね、僕たち素人なもので、これ以上あの味を伝えるにはちょっとね、力不足なので、これは来た方が早い。そう、これはバジルが入ってますねとか分からんもんな。分からん分からん、大体入ってるかもしれない。だって入ってるしな、多分よ、想像ついてる。なんかあの枝豆、イタリアンな枝豆っつって想像ついてるかわからんからね。大人の子ってさらもう秋田の人じゃなかったらわからんけどね。だってあれ俺秋田の人でいぶりだこ食ったことなかったら、俺これ何入ってるんですかで終わった話。いぶりだこってなんだ、何いぶってんの。いぶってる大根ですか。あ、たくあんか、あれは。たくあんをあの、いぶして燻製してるんですよ、あれは。へぇー、 それがまあ北県民みんな大体食べる。あ、そうなん、うん、どういう時に食うのそれは。いや普通に食卓に出てくる。え、ちょっと これで言ったら、その、この、これどれ。いや、これだろ。これ違うの。これ違うね。どれなの。それ芋、芋じゃね。わからん。これかな。これ茶色いやつとか。これ多分スモークチーズじゃないですかね。どれや、こっちこっち。あ、こっちや。このちっちゃく刻んでます。刻んでます。あー、なるほどね。これほら、これどこだ、ね、これえ、これをどういう状況で出てくるの。輪切りみたいな感じ。あ、そうなんや。うわ、めっちゃ食ってみたい、そっちも。いや、僕よくあのおばあちゃんから送られてくるんですよ。それ今度持ってきてください、番組。しょっつにな、持ってってもな。あ、そっか、好きやねんな。え、うん、まこれこうやって食ってもうまいや、これはうまいですけど、あの別に好き嫌いかって言ったら普通だよ。うんうんうん、普通。好きでもなく嫌いでもない。いや、よく食ってた。お茶漬け。あ、ちゃんと。お茶漬け。やっと、こういう質問来た。お店どこら辺にあるんだ。あのね、どこまで行ったい。こういう質問来たって言うけど、結構最初の方に話したんだよ。あの、新宿の靖国通りをドン・キホーテから水戸の方にまっすぐ行きまして、まあ、あの、桜通りっていう通りが、まあ、あの、まあ、有名じゃないけど、まあ、分かりやすい通りがね、あって、その次のね、細い通りがあるんですけど、そこ、東通りって言いまして、はい、その東通りをずっと、北上してください。北上って言っても分かんないから、下ってきてください。下ってきてください。うんうん、そしたら、目の前の方に、アロービルっていうのがあって、そこの4階にクラブパリがありますって、うちの宣伝だけですね。パールの宣伝じゃないっちゅう。それ行くまでね、そのパール、あ、アラオビルが見えるあたりで、右手側に、あの、黄色い看板で、思い出横丁という、思い出横丁できましたー。思い出の抜け道。思い出横丁どこだっけ。なんだっけ。思い出横丁はあそこや、あの新宿の西口の。そうだ、この間幹部会でその話なんだった。そうそこら辺で飲む飲まないの話で、何だっけ、だから思い出の抜け道、抜け道のゲートみたいなのあるんで、それをくぐったら左側にすぐそうあります。オレンジの看板で、
増やし上来たいただきます。めっちゃうまそう。ちゃんと最後に牡蠣をね、牡蠣の牡蠣まだ入ってんねこれ。え、どういう、どうなってんの、何入れてんだ、何やこれ、何やこれ、これが何、何入ってるの、入れられてます、これ牡蠣と、あと玉ねぎと、あとエリンギ、はい、エリンギだって、はい、それ以外にもいろいろ隠し味が入ってます。え、何やってる、何やってる、冷めとろうかな、なんでそれ、その方が分かりやすいかな、あ、はい、びっくりした今、自分のために取るのかと思って、あ、ジェイさん来た、ショッツだけずるいっつってる、ショッツだけずるい、うん、何をこれ、あ、写真です、いや、今食べてるのやった、これ、生放送ですよ、そう、生放送です。録画じゃありませんよ。録画だったらもっとうまく編集してうまくやってるわ、元々の番組。コメント読んでますよ。それもさっきの芸能人の話カットだよ。ですよね。あ、やばい。時間やばい。あ、はい。そろそろ始めますか。ですね。これ食べる前にやる。食べてからやる。食べてから行くと。あ、食べる前に。食べる前に。一口食べよう。一口食べて。はい。行くか。行きます。じゃあ、一口。じゃあ、これをどうしたらいいの、ちょっとジャーッと一回ジャーッと混ぜるんで、牡蠣も入ってるんで、はい、牡蠣も入ってるんで、牡蠣を乗っける。これちょっと辛さは、あ、全然辛くないですよ、本当ですか、はい、あ、でもそれ、そのまま転がしてたら辛いですよ、あ、そうですよね、確かに、ですよね、普通そうだよね、あ、お腹すいてる、お腹すいてる、わかった、で結構玉ねぎがあの旨味吸ってるんで、玉ねぎを乗っけてもらう、ずるい、あと7分です、玉ねぎ、玉ねぎ、はい、やばい、切羽詰まってもらってください、どういう意味、あ、折り詰めしてもらってください。なんか、いただきます。いただきます。お持ち帰りタイプなんですよね。お持ち帰りはやってないですね。そうそうね。あの、牡蠣のあの、あれとかもあるんでね。テイクアウト、うまっ。玉ねぎやばいね、これ。うまい。玉ねぎすんごい味、なんか。ご専務がこれ入れたらうまいんだよ、つって。テイクアウトできないみたいです。え、天の声さんが。天の声さんが、作るときは玉ねぎを入れるそうで、アヒージョに。これうまいね。多分、クックク。クックパッドだと思うんですけども、何でしたっけあれ、何見たんでしたっけ、天の声さん、何で見たんでしたっけ、玉ねぎ、ね、ネットで見てないわ、それ言って見てないわ、ネットで見てた、めっちゃ重い、玉ねぎみじんに入ると 甘みが出るんで、うん、ぜひ家で作るときもおすすめですよ、はい、これでも初めて食った、こんなの、うんうん、アヒージョにさ玉ねぎ入ってて、うんうんうん、うまい、あくらあくら、うん、ちょっと暑いから俺ゆっくり食ったやつ、いやなんか、うん、意外な発見が多くて、ね、うん、だってまず根本的にあの先週さ、ここでやれたらここで食いながらやりたいねって話したけどさ、もうあの時点ですでに色新しい発見してたわけだし、牡蠣食えるとこあるんっていう発見からね、そう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 、ああうまかった、サトシが喋った。喋るよ、そりゃ。クララが立ったみたいな感じで。まあ、さっきから喋ってるじゃん、足玉なで。お腹いっぱいや、俺。マジで。俺もうまい。無理や、これ俺もう。行ってください。またたまにこっくるエリンギがいいね。行ってください。と、ちょっとグルメっぽく行ってみたり。熱いんじゃん。お腹いっぱいなんですよ。あるダメっすわ、俺食えないっすわ、話して、俺も飯テロレベル高すぎそらだって、飯テロやもんね、これ、うん、今日はこんな、これ、でも1時間ちょっとおるわけですよ、いますね、かなりお腹いっぱい、結構食いますよ、これちょいちょいずつ食うからかな、ダメよ、熱っ、ここだでも全然来ていいやん、俺いいね、全然あんまほら、あ、やばい、あと1分ぐらいよ、あと2分半ぐらい行きましょう、さっき言っとこう、じゃあ今からね、はい、ここの会見のじゃんけんしますよ、はーい普通に、はい、でもいい、お得意じゃんけんでしたっけ、お得意じゃんけんですよ、もちろん、ですよね、それはもう喜んで払いたいですから、ですよね、はい、払いに来てるんだから、ですよね、あれ、それって何やったっけ、負けた方が…勝ったら払う、あ、そうやね、はい、オッケー、行きましょう、男気じゃんけん、じゃんけん、ほいしゃあくっそー、ほや払いたかったほら、いくらだ、くっそー、払いたかったのに、まあ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 、ね、さすが、やっぱ勝つときは勝つから、
先月ナンバー2だから、こういうとき当たらないと勝ちに。ありがとうございます。いやいやいや、全然ごちそうさまです。いやおかげでね、CD が手に入りますから。あ、そうでした忘れてないよね、会見に。あ、忘れてた言わなきゃただで持ってたな。お前らせで、そのあれだけ熱っ。いや、熱いね。なんかやっぱ牡蠣のエキスが曲がってきてパンパンになってきましたわ。あ、黒い方あと1分ぐらい。あと1分。じゃあね、もう一度おさらいしますとですね、あ、書いてあるといいか、ほら宣伝しよう、宣伝、はい、靖国通りから桜通りっていうね、看板がありまして、その次の細い道、東通りを、ずっと下ってきてください、歌舞伎町の方に。だからですね、ルノワールがあって、それを越えたぐらいで右側にですね、あ、思い出の抜け道っていうのがあります。そこをピッて入るだけで、不夜城のオレンジの看板がドーンって溜まってますんで、そこ7時から朝の5時まで、はい、気分によれば8時まで、はい、っていう感じでね、今日は、まあ、最後は8時かなですね最後の最後は8時かな。今日はあの不夜城さんからお送りしたんですけども、うん、安っ会計安いな。マジか。アルバム込みで。あ、しますします。今アルバムのところ抜かしみに安いんやっぱ。めっちゃ安いこれでいいんだ。めっちゃ腹いっぱいだった。なんか歌舞伎町価格ではないですね、はい、ありがとうございます。まだ6秒あるで、ね、今日は不夜城から、不夜城からでした。また来てください。イエーイそむいてビクビクしてては、つかめないような心、歯食いしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。